秋篠宮家の佳子さまに花婿候補が浮上。佳子さま、高校時代に、他校の生徒とご交際、カラオケデートも。秋篠宮家の次女、佳子さま、20歳に、花婿候補が浮上している。富士急行、堀内浩一郎社長、54歳、の恩蔵志英さん、23歳、が有力だとの話もある。花婿、選びが進む中、佳子さまは、どのようなお気持ちでいらっしゃるのだろう。2014年末の会見で。 佳子さまはこんなことを語られている理想の男性像は一緒にいて落ち着ける方がいいと思っております佳子さまをよく知る学習院関係者が凍わず高校時代には他校の男子生徒とお付き合いされていたことがあると聞いております佳子さまの女友達の紹介で知り合った男の子でデートはお二人というわけにはいかないためお互い友人数人を連れてカラオケ店などでデートしていたそうですその際隣の部屋に警護の方が待機していたみたいで 皇族は恋をするのも大変なんだなという印象でした現代のプリンセスらしく佳子さまにも等身大の恋模様が終わりのようだが紀子さまの監視の目は厳しいという佳子さまは語学友との会合にも積極的に参加されていますカラオケ店に行かれたり居酒屋に行かれたりと様々な場所に顔を出されていますそこで男性と2人きりになったりしないように目を光らせてほしいと警護の人々に要請しているそうです秋篠宮家関係者とはいえ プリンセスの恋はあまりにも切ない。ある女性皇族の方がおっしゃっていたのですが、私たち、皇族も、普通に男性を好きになり、普通にお付き合いすることがあります。しかし、その交際相手には、きちんと結婚はできないけれど、あなたのことが好きだから、ボーイフレンドとして親しくしたいと伝えるのと、そして、結婚となれば、また、別の話で、家柄や格式などが重要となってくることを十分理解されているようです。内庁関係者実際昨年7月に 高窓宮家の長女翔子さま29歳がメガバンク系シンクタンクに勤務する20代男性との居酒屋デートを週刊慎重に報じられた際翔子さまは女性セブンの直撃に対して昔から私結婚とお付き合いするのとは完全に別だと思ってきましたと語られている佳子さまもそういった事情を少なからずお考えになっていることだろう